四方に分かれ、ヒルダのいるワルハラ宮殿を目指す聖夜たち。だがそこにはヒルダの忠実な戦士である7人のゴッドウォーリアが待ち受けていた。氷河の前に現れたのはヒルダに最も忠誠心厚き男、ハーゲンだった。俺の相手としてまずは合格だ。お前は人呼んで北欧のアラフレウマ、ベータ星メラクのハーゲン。待っていたぞ氷河。フレア様に余計なことを吹き込んだ張本人め、このハーゲンが成敗してくれる。何、フレアに？ヒルダ様のたった一人の妹をたぶらかし裏切らせた。お前の罪死してもあまりある。ヒルダ様に代わってこの俺が氷の大地に葬ってやる。そううまくいくかな。偉そうに。うわ、男の勝負に言葉は不要。俺と出会った不幸を呪うがいい。ファイト。グレーター、なんて攻撃的なコスナーだ。アタック。ゴールド戦記に恐れても劣らない。なんこのハーゲンって何秒愛妻していられるんだ。何なんの。ハーゲン、後悔先に立たずという言葉をお前に送ってやろう。俺に狙いをつけられて無事に生きながらえた奴は残念ながらこれまで一人もいないのだ。だったら俺がその最初の人間にさせてもらおうか。口が達者な奴だぜ。お前のオーディンサファイアはこの氷河がいただく。オーディンエフェクト。ウィナー。クールに徹して敵を撃つ。増票がいくら集まってもセイントには無力。氷河、俺のオーディンサファイアが欲しければ腕ずくで取ってみろ。待て、逃げるのか。こんなところに、こんな場所が。ハーゲンのやつどこだ。フッフッフ、待っていたぞキグナス。雪と氷のアスガルドに唯一残されたこの灼熱地獄がお前の死に場所だ。ハーゲン、俺の話を聞け。お前は俺がフレアを連れ去ったと思い込んでいるようだな。それは違う。フレアがワルハラ宮から出たのは彼女自身の意志だ。まさか。アスガルドに起こった異変を探るべく潜入した俺はあえて囚われの身となり牢獄につながれていた。そこで制裁を受けていた俺をフレアが救い出してくれたのだ。デタラメを抜かすな。あのお優しいフレア様が自分の意志でヒルダ様を裏切るなど。デタラメではありません。フレア様。こんなところにいたんだね氷河。キキ、お前がテレポーテーションでフレアを。うん、二人の戦いを止めたいって聞かなくてさ。ハーゲン、私の話を聞くのです。お姉様は以前の優しかったお姉様とは別人になってしまったのです。全ては左手にはめられたニーベルンゲンリングによるもの。お願い、お姉様を助けるためにあなたの力を貸して。フレア様、あれほど仲のよろしかったヒルダ様に対してそのお言葉はあまりにも無体な。それほどその男にかわいそうなフレア様。ハーゲン、違うのです。幼い頃から私たちに仕えてきたあなたなら私の気持ちを分かってもらえるはずです。あなたは氷河にたぶらかされているのです。俺たちをあまねく陽光を降り注ぐ地に導いてくださるというヒルダ様の御心にベータ星メラクのハーゲンは準じる覚悟です。それはお姉様の言葉ではないのです。ハーゲン、ハーゲン、
フレアの言う通りなんだぞ。黙れ。全ての元凶はヒョウガ、お前なのだ。お姉ちゃん下がって、二人の戦いに巻き込まれるよ。男の勝負に言葉は不要。俺と出会った不幸を呪うがいい。ファイト。愛する妹に裏切られ、ヒルダ様もさぞお嘆きのことだ。ヒョウガ、貴様こそ愛しに値する男よ。ヒルダこそ地上に興味を持たず邪悪の戦いを仕掛けてきた張本人なのだ。まだおざきか。それにしても、なんというメッキだ。ここは常に常識を超えた温度なのだ。波の人間なら5分で息が詰まる。特にキグナス、シベリア育ちのお前にはこの暑さは答えない。どうした氷河、随分暑さに参っているようだな。お前はやめろ。そんな、どうして。俺は幼い頃からここで修行してきた。一日でも一週間でもここにこもっていられるのだ。お前が倒れるまでいくらでも休む。おオーロラサンダーアタック。パーフェクト。ウィナー。クールに徹して敵を撃つ。増強がいくら集まってもセイントには無力。ちょっとお姉ちゃん、やめて。ハーゲン、フレア様。ハーゲン、私を信じて。フレア様、どいてください。どきません。ヒョウガ、俺はお前が心底憎いぜ。やめろハーゲン。俺はヒルダ様のゴッドウォーリアーだ。フレア様、どいてください。どきません。まず私を撃ちなさい。フレア様。フレア様、ヒルダ様のために死んでください。グレートアーデッドプレッシャー。お姉ちゃん、ヒョウガ、大丈夫？ヒョウガ、これが最後だ。ハーゲン、フレアの思いを無にしたお前の罪、死してもなお余りあるぞ。何を呼責だ。俺のコスモよ、限界まで燃え上がれ。グレートアーデントプレッシャー、オーロラエクスキューション。なに、うおー、クレア様。ハーゲンお姉ちゃん。キキ、虚しい戦いだな。